こんにちは。マッツンツン TV です。今日はですね、久しぶりにマジックの方をしたいと思います。はい。今日演じるマジックはこちらですね。デアゴスティーニの第18号です。こちらですね。サイコロが、増えていくっていう不思議な小皿のマジックです。はい。こちらの方、私初心者ですが、やってみたいと思います。はい。でこちらですね、映っているのはメイガスさんで、はい、DVD も付属していて、とてもわかりやすくなっています。税込み1823円となります。こちらは18号なので、バックナンバーとなりますので、書店の方でご予約してお求めください。はい、好評発売中です。それでは今から演じていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではですね、今からマジックをやりたいと思います。私初心者ですが、今から一生懸命頑張ってやりたいと思います。はい、それではいいですか。こちらにお皿があります。はい。でお皿の中にはサイコロが4つ入ってますね。で、3つが白いサイコロ。1個が赤いサイコロ。はい。いいですか?よく見ててくださいね。それでは、こちらのお皿に赤色のサイコロを入れたいと思います。で、蓋を閉めます。それではこちらの白いサイコロをポケットに入れたいと思います。はい、いいですか?で、指をパチンと鳴らすと、なんと、ほら!見えますかね?移動しました。はい。それでは、もう一回やってみましょうか。ただ、サイコロ2個入りましたね。蓋を閉めます。はい、いいですか?ただもう一個、サイコロ。今度はポケットではなくて、こっちの手に入れたいと思います。いいですか?おまじないをかけます。はっ!すると、ほら、ここにあったサイコロが、こちらの方に移動したと思います。それではおまじないをかけます。すると、ほら、見ますかね。サイコロが移動しましたね。はい。それではもう一回やってみましょうか。はい。それではこちら、見えますかね。3個ありますね。はい。それでは蓋を閉めて、こちらのサイコロをポケットに入れます。はい、いいですか?指をパチンって鳴らすと、なんと、ほら。いいですか?ほら、4つ来ましたね。はい、どうも、ありがとうございました。はい、というわけでですね。はい、こちらですね。はい、演じてみました。サイコロ。こういうですね。はい、まあ、普通のサイコロですね。皆さんも、どうですかね。こちら、第18号、こちらですね。はい、こちらを買えば、謎が解けます。はい、デアゴスティーノ・ザ・マジック第18号です。はい。皆さんももしよければお買い求めてください。最後までご視聴ありがとうございました。マッツンツン TV でした。